私たちの日常生活は多くの液体に囲まれていますそれらには水飲料乳製品化学薬品酸およびアルカリまたは医薬品が含まれる場合がありますこれらの液体の品質は科学的で物理的な特性によって決定され特性を評価するためにはさまざまな測定原理が使用されますその原理の一つとして液体中の濁度測定があります濁度は、 浮遊粒子によって引き起こされる液体の濁りですこれらの粒子は入射光を散乱させ液体はその透明性を失います例えばろ過されたリンゴジュースは透明ですがまだ果肉が含まれているろ過されていないリンゴジュースは濁っているように見えますここで濁度測定がどのように機能するかを見てみましょう1864年イタリアの天文学者であるアンジェロ・セッキは初めて濁度測定の方法を発明しましたこれは 水の透明度を測定するために使用されるディスクですディスクは見えなくなるまで水平位置で水中に下げられます視界の深さはロープの目盛りによって決まります次に発明された濁度測定基準はいわゆるジャクソンキャンドル濁度メーターでした特別なキャンドルとガラス容器で構成されていてろうそくの炎が完全に覆い隠され均一な輝きに変わるまでサンプルがゆっくりと容器に注がれます次に、 サンプルの深さがシリカスケールに関連付けられ、濁度がジャクソン濁度単位で測定されます。しかし、これらの方法は正確ではなく、テスト担当者の主観的な印象に依存します。濁度を比較できる測定を可能にした最初の標準は、1926年に発明されたホルマジンでした。ホルマジンは、理想的な条件下で高い再現性を製造できる唯一の標準であるため、今日でも水。 およびプロセス業界全体で主要な標準として認められていますホルマジンは多くの異なる粒子の形状とサイズを形成し現在の全ての濁度単位はこの規格を参照しています濁度測定は濁度標準だけでなく光源にも依存します ISO7027 は可視光波長範囲外にある赤外線光源を規定しています色は可視光範囲のみで発生するため赤外線測定は 測定対象液の色の影響を受けません USEPA180.1 に準拠した濁度測定では可視光範囲の白色光を使用します濁度の単位は選択した方法によって異なります ISO に準拠した測定で定義されている単位はホルマジン飛濁単位 FNU またはホルマジン減衰単位 FAUEPA に準拠した測定の場合の単位は飛濁濁度 NTU です 濁度測定として広く使用されている測定法は散乱光、光および減衰式測定です。まず散乱光の測定について詳しく見ていきましょうこの方法は前方散乱、後方散乱、または90度散乱が測定されます ISO7027 と EPA180.1 に準拠した標準的な方法は90度散乱光測定です 検出器を光源から直角に置き入射口から90度に散乱した光を測定する方法で濁度が低い測定に適しています濁度の値が高いアプリケーションでは例えば135度での後方散乱を測定するセンサーが使用されます非常に混濁した液体には非常に多くの粒子が含まれているため光ビームの主要部分が後方に散乱されますこれは 濁度の違いが後方散乱光でで効果的に検出できます90度と135度で測定する4つの検出器を備えたセンサーは広い測定範囲をカバーしています次に ISO7027 でも規定されている光減衰式測定を見てみましょうここでも光ビームが測定対象液を通して放射されますただし散乱光式とは異なり検出器が光源と一列に配置されているため 透過光が測定されますこの方法は明確な結果をもたらし高い再現性を提供するため中程度から高濁度の値に適しています濁度センサーの信号曲線は使用する測定方法によって異なります散乱光測定を使用する場合光が検出器に向かって散乱されるため信号曲線は特定の粒子密度まで上昇します粒子密度がさらに増加すると光が非常に強く散乱されて放射した光が検出器に到達しなくなるため 測定信号は再び弱まりますそのため散乱光測定では全ての領域で明確な結果が得られるとは限りませんこのような現象は光減衰測定では発生しないので減衰信号は濁度の増加とともに一貫して弱まります濁度測定は飲料水の生産淡水化プラントの海水流入り口の監視排水処理プラントの出口監視および汚泥濃度測定 乳製品の製品損失検出など多くのアプリケーションで品質保証とプロセス制御に不可欠ですエンドレスハウザーはアプリケーションごとに最適なセンサーを提供しますメモセンステクノロジーを搭載した液体分析および濁度センサーの詳細については「エンドレスハウザー YouTube チャンネル」または「wwww.endless.com」にアクセスしてください